はい、そしたらちょっと内装を見ていきたいと思います。内装こんな感じですね。まあ、じゃあドアの方から見ていきましょうかね。まあ、ドアはね、まあデザインは一緒なんですよね。うん、この辺もねしっかり質感は高いという感じで、でここはちょっと違う部分ですね。今のことはね、うん、また違うあの素材を使っていますね。はい、他はね、まあ、ボタン類とかは全部一緒ですね。シートもちょっと変わってくるんですけど、はい、こんな感じです。まあ触り心地のいいクッションみたいなやつの素材です。でも結構乗り心地じゃないですけど、あの座り心地かは良かったですよ。このね M スポはね、あのここは調整できるんですけど、しぼめたりね、こう広げたりできるんですけど、ちょっとそれの機能がないですね。はい、でちょっとスカッフプレートが隠されてて、あでも BMW と書いてない、 M スポーツとは書いてない。はい、多分 BMW ロゴが入ってるんだと思います。収納とかね、あとその辺はほぼ変わらないですね。はい、一緒ですね。よいしょ。じゃあちょっと乗り込んでみます。ここらしょ、はい、ステアリングですね。これがスタンダードモデルで、 M スポーツのステアリングは、 M スポーツモデルのステアリングはまたちょっと乗しておくんですけど、これがステアリングですね。ちょっと細いというか、まあ決して細くはないんですけど、まあ、標準化 M スポーツちょっとね太いんで、ちょっとあの、まあ、標準サイズのステアリングの太さと、まあ、この辺はねあの変わらないですね。ちょっとこの辺が色が違いますけど、まあ、他はほぼほぼ一緒ですね。ちょっとこの辺の形状も違いますけど、これはこれで僕は好きですね。はい、まあ、BM のステアリングすごい握りやすいんで、まあ、個人的にはかなり、はい、気に入ってます。で、まあ、シートヒーターとかはついてないですね、この車両には。でこの辺ね、ちょっとこれびっくりしたんですけど、あの非接触の充電がこれないみたいで、うん、まあ、あのオプションかなんかで付けれるのかどうか知らないですけど、まあ、このモデルは付いてないと。はい、でまあ、この辺は一緒で、これのね内装のトリムはね、あのピアノブラックになってます。これ使ったかいですね。でまあこの辺も一緒ですね。モード選択とカメラとかね、アイドライブ、はい、この辺も一緒です。ダッシュボードも変わらず、はい、こんな感じですね。一緒ですね。よいしょ。はい、収納も一緒で、この上の部分はベージュかな、ちょっとクリーム色っぽいあの素材の色を使ってて、素材もねちょっと違いますね。うん、僕はちょっとこっちの方がなんか好きな気がしますけど、なんて言ったらいいんだろうな、難しいですけど、はい、決して触り心地は悪くないです。でまあこの辺は一緒ですね、うん、ちゃんと光ってくれます。優秀で、まあこの辺もね、ライトも、ライトじゃないや、バックミラーもね、こうやってちゃんと ETC が入るようになってていい感じですね。まあここが違う部分ですかね。多分これはレーザーライトにしたら、この辺の、この辺にもそのなんていうんですか、ライトがつくんですけど、多分これは普通の LED ライトだったんで、パッケージが入ってないのかな。はい、こんな感じで、よいしょ、はい、こんな感じになってます。まあほぼほぼ変わらないですけど、ちょっとだけね違ったところは何か所かあるという感じで、ちょっとエンジンかけますか。まあこの辺も変わらないですね、一緒ですね。で、まあ、この車両に関しては全方位のカメラがついてて、お、すごいですね。僕の車両にはついてないので全方位カメラが、これはすごい新鮮で、やっぱこれあるといいですね。つけた方がいいと思います。はい、なるほど。いいですね。やっぱね、あのちょっと駐車とかはね、あの苦手な方は全周囲カメラをねつけると安心じゃないかなと思いますね。ちゃんとねパーキングアシストとね、あと後退アシストもついてるんで、はい、この辺は一緒でいいですね。じゃあ次ちょっと後席の方回っていきたいと思います。後席のね質感とかもろもろは一緒ですね。はい、
鉱石はこんな感じで、まあ一緒です、はい。まあ、シートのね材質とかはね違うんですけど、はい、この辺も一緒ですね。よいしょ。でちゃんとセンターも開くようになってると、うん、はい、これは嬉しい部分で、まあちゃんとね USB-C とか3ゾーンエアコンになってるんで、これもいい点ですね。まあ、こんな感じですね、後ろは。はい、じゃあ次トランクルームです。よいしょ。まあここも一緒ですね、うん、ここはもう全く一緒。ちゃんとねフックとかもついてます。で、まあこっちで倒すとちゃんとね倒れるようになって、まあ、ちょっとこうやって押さないといけないんですけど、まあそんな感じで、まあここは全く一緒でございます。まあ、もちろんね電動です。はい、はい、まあそんな感じで、まあ、内装外装ね紹介終わったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、Mスポとねいろいろ違いは比較できたかなとはちょっと思うんですけど、でもねあんまり車が詳しくないというかね、まあ何て言うんだろう、興味がない人だったらね、ほとんど見た目は変わらないんで分からないと思うんですけど、まあいろいろねM スポーツモデル、スタンダードモデルはねちゃんと差別化がされていて、スタンダードモデルのまあいい部分と M スポーツのいい部分があるということで、全然ねスタンダードモデルとはいえすごくかっこいいのは間違いないですね。最近の BMW 僕は好きです。はい、まあそんな感じで今回はね動画を終わりたいと思います。ちょっとね走行編の動画も撮ろうと思ってるんで、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。